普通2色しかないピンクやから。あ、40%ぐらいだけど。普通は大概、はい。裏が1枚。こうなったら、ちょっと抜けましたね。4。連ピン積む。倍マン。倍マン。うん。ドラゴンや。なんなんで？何二曲で、ね、はい。もうこれあの二セット目だからね。早いですね。早い、はい。三番早い。もう誰かが異常に連射線限り。ただこれ飛びありになってるから。ね、そんなに。みんな結構いい戦い。そうだね。井上くんのその打つのも上がるのも回数が多いから。終始が合ってないですけど。上がってるのすごいんやけど展望終わったらみたいな。そればっかりやね。別に井上間違ってるわけじゃないから許してあげてください。はい、あら、お、いいの。どうするじゃない。小原と、あ、そうか。さっきは井上がラスやったのか。あ、どうする井上くんラス出すなってしまった。上垣さん相当頑張らなかな。困りました。そんなことないって。大丈夫。あ、来た来た。ほらほら見てんね。何待ち？何待ち？高いよ、ほんで。何待ちですか？お前、サブロー、サブロー、サブローソン。サブローソン。サブローソンでドラがたくさんある。ドラ4枚。ドラ4。はい、メンピンドラ4。リーピン、高めイーペイコマだ。ちょっと倍マンつもりだよね。はい。親がないですか？しかもサブローソン、めちゃめちゃおる。てか、みんな相当ほとんど持ってない。6枚も。まあ、とはいえね、なんか3マって不思議と同じ筋一生引かないみたいなのがありますからね。あるんですか？あるある。要は。雨降ってる日とか。まあまあ、ほとんどそうですね。です晴れてるときはそんなことないですよね。これを積もると、上がると、3万、4万、めちゃくちゃ平たくなりますね。6千おるでしょ、6千おる。まあ高値積もって倍前ならない。6セブルなの？もっと倍前ならない？まあまあ高値積もったら年品積も1、2、3。高値積もるか裏1で。あ、まあそうですね。ね、相当倍前になりやすい。うん、ちょっと押しましたね、今。青とかすごいね、酸素が。メンツだったよね。つまらんね、なかなか。ナイス。お、あ、来た。あ、落ち着け。これでぐらい1でピンフやから、ね、普通2色しかないピンフやから、40%ぐらいだ。普通は大概、はい。裏が1枚、うん、こうなったらちょっと抜けましたね。4連ピン積む。倍マン、倍マン、ドラゴンや。まあ、一旦トップになったね。はい、うん、一旦このままトップで。